女優で美容師の音井レイナです。不幸や絶望を演じさせたら音井レイナだよねと言われるようになりたいです。私は精神疾患になり生きていくことが辛くなった時にドラマや映画を見て作品の中で辛い思いをしている人がいる、その人に比べたら今の私なんて辛くもなんともないじゃんと元気や明るくなるきっかけをもらいました。私も人に元気を与えられる女優になるのが目標です。実は私は女優になるために上京したばかりで、このネクストガールズコレクション本番時点でまだ半年、これが初めての舞台です。短い期間で磨いた表現力で一人でも多くの方に音井レイナという存在を、その可能性をしてもらいたいです。そして何としても映像作品の出演権を獲得したいです。今日の私の舞台演目は2つ。1つはファッションモデルを演じる私、モデル経験もなければウォーキング経験も全くない私がどこまで人気モデルのような佇まいを見せられるか、もう一つは私自身の今女優を目指すに至るまでの反省を表現します。私の売りにしたい絶望のシーンも注目してください。